キャラサミは、萌えキャラクターと、その運営者を集め、横のつながりを強化し、現代のサブカルチャーを発展すべく設立された、日本の団体である。正式名称を、萌えキャラ学会と称し、萌えキャラ学会、キャラクターサミットとも通称される。キャラサミは、通称の省略型に過ぎない点に注意されたい。神戸新聞社の求人広告より派生した、いまいち萌えない娘や、 東北ずんこの運営関係者らが、発起者となり、地域に根ざす、あらゆる萌えキャラたちを応援するためのプロジェクトとして、2014年に発足した団体である。地域振興を担う萌えキャラに限らず、企業や自治体の萌えキャラも、加盟対象に含まれる。しかしながら、加盟を申請する、プロセス自体は難しくないものの、承認を受けるには、複数の条件を全て満たす必要があり、 条件を満たしても、会員として、ふさわしくない場合は承認されない場合もある。具体的には、ちなみによると、全国に点在する、いわゆるご当地キャラクターは2017年現在で3000体を超え、学研ホールディングスにより開催された、2016年度の、萌え、キャラグランプリにおいてエントリーされた著名な萌えキャラに、限定しても、総勢200体を超える状況の中、 キャラサミに加盟しているキャラクターは、そのわずか半数にも満たない。加盟に必要とされる、主な条件は、以下の通り。キャラサミに在籍するキャラクターには、相互協力関係が築かれ、共同でイベントを開催するなど、積極的なコラボレーション活動が行われる。キャラクターの運営者が互いに知恵を貸し合い、情報を共出、共有しつつ、キャラクターの運用手法について研究し、 研鑽を高め、日本におけるサブカルチャーの発展を目指す組織であることから学会を、関する。しかしながら、日本学術会議や日本学術協力財団によって、指定された国の公的な学術団体ではなく、商業団体でもない。SNS などでは、もっぱら通称が用いられ、萌えキャラ学会による何らかの催しや、メディア上での表記を除き、 学会名称で呼ばれる例は少ない。キャラソミにおいては会員が運営者名ではなくキャラクター名で管理されている。当然ながらキャラクター一体につき運営者が一人とは限らないため活動に参加している人間の数は決して少なくない。むしろサブカルチャーを扱う学術団体としては大規模な組織と言える。会員リストは外部サイトを参考のこと。また、 ウィキペディアに記事のあるキャラクターについてはカテゴリー、キャラサミに記載がある。ありがとうございます。